ねえ、さとこ。どうしましたの？ここには誰に言われてきたの？ですから、回覧板を見て。リカちゃんが行方知れずなのに、醤油の無心に来たって？ミオンさんはご存知ありませんでしたのね。あれからすぐにリカが自分から出てきたんですのよ。へえ、自分から。私たちを驚かせたくて隠れていたそうですわ。そういうわけで何も心配は。今度は正直に答えてほしいね。本当は誰に言われてきたんだい？作り話はもうたくさんだからね。あら、それではまるでミオンさんがリカの行方を知っているみたいではございませんの？リカちゃんがどこにいるか知りたい？ええ、教えてほしいですわ。だったらあんたが先に答えて。誰の手先だ？村の誰が命令を出してる？そいつらがケイちゃんを狙ってることは分かってるんだ。それでリカはどこですの？まだ生きてますの？答える気がないんだったら。リカはどこですの？さとこ！ごめん、遊ばせ。私の腕前もなかなかですわね。ミオンさん、感謝しますわ。だって私に銃の使い方を教えてくださったのはあなたなんですもの。さとこ！あんた！そろそろ答えてくださいませ。リカはどこですの？お会いに行く様だったね。リカちゃんはもうとっくに死んでるよ。残念でした。死んだ？間違いなく。この手で鶏みたいに締め殺してやった。あれが気絶ならもっと気の毒だよ。便蔵に放り込んでやったんだからね。糞尿の中で溺れ死ぬよりは締め殺された方が幸せだったろうさ。なら良かったですわ。あ？ミオンさんがそこまで言うんですもの。確実に殺してくれてますわね。またすぐに会えますわ。リカ。